ありがとうございました。続いて演舞いただくのは高田神楽の皆様でございます。演目の説明につきましては高田神楽より説明していただくことといたします。はい、それでは天皇薬尊よけの舞、天皇の舞でございます。八雲神社の祭神祇園御頭天皇は頭に牛の兜をいただいていたため異様な顔でありました。頭に牛の、そのために妻がありませんでした。そのことを知った南海龍王は娘を差し上げると言います。天皇は姫をもらうため南海へと向かう途中、古壇将来という大金持ちに一夜の宿を越えますが断られます。それを知った貧乏な兄庶民将来は気の毒に思い、天皇に心を尽くしてもてなしをしました。さらに南海にわたる宝船を送り旅の安全を祈りました。天皇は無事に南海にわたり、針西魚との間に八王子が誕生いたしました。その後天皇は八王子とともに古壇将来を滅ぼし、庶民将来に茅野の輪の秘宝と薬病除けの秘紋を授けたのであります。薬病除けの舞、天皇舞でございます。
やぐもたず。他には朝祭りごどを怠らざるにより、いつかの関税不限度縁だを鳴らさず、東岸の雨くれども続くれをうがさず。五国はまかざるに生じ、すちんな求めざるに来たり。光学流にして民安楽のとこへ遊ぶなし、このゆえをもって天平より南海流の脅しめを我に保によって南海に渡り申すぞよの。南海とはその道のり始まりなり、君まだ三万里にも及ばず、さらば刹那に数万里を走る宝船を君へ捧げたでまずらいや。さらば諸法もすぞよの。
なる御神にてよそわせたもぞよの。おー、これなずはこの初歳女の埋めるわがこなその昔この国を通りしとけ国の主を名付けて古壇という神下皆積み毛量の類なし光ども汝は自主心深きにより汝に宿り汝が娘五段の名たちといえども桃の木の枝に紐を投げ入れらんば助けいさすべすぞよの。おーその儀なら五段の大事したもべしの。観光新婚離婚だけん洗いたまえ清めても神の戦を始めたり
罪も量沈めたり、いでで神遊べしたもべしの。この国のあるでたるべし、我松代の病薬人となって、八王子とも路ともに国々に入り、うちには指紋の札を納め、他には御説の祭礼を行い、庶民将来の子孫とならば、かて薬病災難を除いて取らすべすぞよの。おその義なら千代の御神楽そうしたまえ。Thank you.
ありがとうございました。